あ、おはようございます。今ね、ここはアイオワ州のね、デビュークっていう町なんですよ。配達ね、すべて終わって今からここでね、配送センターの方に戻ってるんですけども、ここからね、2時間ぐらいかかるんですよ。今ね、朝の6時45分。今日は火曜日の朝ですね。火曜日のね。太陽がね、眩しいので、とりあえずこの日差しはスキップします。全然見えにくいでしょ。お疲れ様です。ここはクリントンっていう町なんですね。で、今までね、さっきまでデビュークっていうところを走ってたんですけど、日差しがね、ちょっときつかったから、動画撮るのやめました。あれからね、だいたい1時間ちょい走ってこの町に到着なんですけどね、ここを通り過ぎればあれですわ、イリノイ州に入るんですね。ここまだアイオワ州なんですよ。でね、これからね、まっすぐ走っていったらね、右側手にね、すごく巨大な工場が見えるんですけどね、その工場はシロップをね、コーンシロップを作ってる工場なんですよ。かなり大きい敷地でね、建物も大きくってね、最初見た時ね、何かなって全然思いつかなかったんですけどね、同じ会社のね、運転手の人が、あれはね、コーンシロップの会社って、ね、教えてくれたんですよ。でね、コーンシロップの会社もね、なんかすごくね、コーンシロップを作る過程でなんかすごく臭い匂いがするんですよね。だから風向きによってはその辺一帯がね、すごく変な匂いがね、してくるんですけどね。この辺はね、だいたい配送センターから50分ぐらい離れたところなんです。今ね、前方の方にね、工場が見えてきましたけどね。
右手の建物がそうなんですよ。ここずっとね続いてるんですけどね、だからね、ちょうど本当、道隔ててね、左側手が住宅地になってるんですけどね、やっぱり臭いせいかもわかんないですけどね、この道と道との間がね、かなりの間隔、中央分離帯っていうんですか、がかなりのね、間隔とってますね。で、何も建てずにね、ただ単に芝生だけで広っぱになってますからね。アイオワ州はね、トラックで走ってるとね、ポツンとコーン畑の中にね、巨大なね、工場がね、ところどころにあるんですよね。何の工場かよく分かりませんけどね、かなりでかいね、敷地を使って、で、煙もくもくとね、上げてますよ。このね、前の建物もね、これ昔の駅みたいなんですよね。今はもう全然ね、使ってないみたいですけどね。レンガ造りのなんか、素敵な建物ですけど。でこれね、またまっすぐ行ったらね、クリントンのね、町と住宅街の方に行くんですけどね、これはね、右の方に曲がりますから。今これ越えてるのがミシシッピ川なんですよ。でちょうどこっちサイドがアイオワ州で、向こうサイドがイリノイ州になるんですけどね。無事にね、イリノイ州の方に入ってきました。でね、こっからね、またね、何にもないコーン畑がね、
ひたすら続いていくんですけどね、配送センターの方まで。今日はね、ちょっとカメラの位置を変えてみたんですよ。ちょっとね、前の方に出して、もうちょっとね、サイドミラー側の方にね、寄したんですけどね。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで、クリントンの街を、スルーしました。どうもご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。アメリカントラッカーチャンネルでした。それではさよなら。